鬼滅の刃です、うん、で今回もポイント制でいきます、はい、負けたら残念自分が先行やったらもう勝てるってこと絶対勝てますお願いしますおー、やったすごいロリコンちゃん、初歌ですジャンジャンジャンですよっ、ひろつですそんなんやなかった流れるちょっとまだね、できてないからちょっと間に合わせでね仮ピンクでピンクではい、今日は対決をまたするということではい、こうバチバチですねバチバチです鬼滅の刃うんで今回もポイント制でいきますはいよろしくお願いしますお願いしますただね、負けたらバンジーやねバンジーですね負けたらバンジーね負けたらバンジー勝ったら僕10万あげるありがとうございますほほほほすごいね僕何も得しないほんとね、飛んだとて飛んだとて飛んだとて、そう飛ぶ金も僕出すから結局僕は何も得をしないっていう周りとしてしか、まあ、周りとしては面白いけどねそうそう僕は何も得をしない、うん、はいということでいきましょうよろしくお願いします行ってみよう よっ一番くじを買いに行く俺前回ね、うん、フラちゃんが負けたじゃないですかでなんかライブで言ってたんですよ、はいはい、負けた敗因はね、うん、自分が高校だったことだけだあらこんなことフラちゃんがでなんか、うん松本さんはね、うん、普段めっちゃ引きんすよ、うん、1回でとか出してんすよでもそれは一人の時の話ですから一緒になったら別ですからって言ってましたあなるほどそんな喋り方どうなんすかフラちゃんその辺は一人じゃないですか基本的に、はい、対決とかじゃないじゃないですか、まあ、その時に毎回普通に引いてるわけなんですけども、うんうん、それはあくまで一人だけの話なんで、ね、ああなるほど、まあ、フラちゃんが参戦したら乱れるんでね、はい、ああでもそれはあるよね、うんまあ、それは分岐が自分でも自分が先行やったらもう勝てるってこと絶対勝てます10回引くん10回引きますもうそれ A と B 出してねなるほどなるほどもう完勝40体マイナス8とかその辺ですか33回32点32点安全圏ですでも松田さんこの3回で出してくるからねきっとそうよ出されたらもう完敗マイナスが多い分負ける可能性はあるよそうそうそう知らんど知らんどそこがね面白いと思うポイント制のねそうね楽しみ、ね、そういう策略もね引けばいいっていうのじゃない引けば少ない方が勝てる可能性はあるからはい着きましたそういうわけで、ね、はい行きましょう行きましょうかはいはい、引け、じゃあ、めくれ。行きます。えっ、シーマンだね。出だしが最悪ですよ。おー、よいしょ。おー、来た。すごい。すげえな。いいしょ。A 出したね。A って何個あるの？ A って1個じゃない？ A1 個。うん。G、B も出しちゃいますよ。おお。はい、ラスト。G。おはい。引きすぎも良くない。これ C とか出されてたこれ C お、C 出たっていうか負けたくないや、僕ソロじゃないですか、まだあ、そうかあ、1対1やんドローだあ、1対1一番くじを買ってきた俺よかったねいや、よかったですねよかったねよかったいいもんか、どうせやないかいいもんか引き分け誰も損しなかったですね確かに、まあ確かに誰も損はしてねずこ引いたしねああ、確かによかったよかったくじとしてはよかったと思いますよくじとしてはよかったよ、今回のでもまあさ、結構でかいくじ叩いてたぐらいの引きはあるわああ、そうそうねうんそれはだから、次回持ち越しなんでまだね、うん、賞金も20万に変えておお、すごいねバンジーは紐なしで紐なしに変えて死ぬか20万そうそうそう死なん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 紐がなくなるだけやねん紐なしで飛ぶだけやねん万が一生き残る可能性もあるからそうね万が一そっちが万が一やから 99% 死だし分からんやん生き残るかもしれん生き残らんかもしれん、はい、まあ20万でね命をかけれるんだったらそれはいいよ、うん、いいね20万とかなんでまあなんかねまたちょっと別の考えでまあちょっとまた9時があったらちょっと対決をしようお願いしますはい、はい、ということで説明欄にフラちゃんのチャンネル貼っておきますんではいチャンネル登録お願いしますお願いしますそれではまさかのムンバイムンバイババンババンバンバンアビバモンのババンババンバンバンアビバビバビバババンババンバンバンアビバモンのババンババンバンバンアビバモンのいいとこだどこだ さよならするのはつらいけど 時間だよ 仕方がない 次の回までごきげんよう チャンネル登録しろよ
ババンババンバンバン、お弁当もかけよ、ババンババンバンバン、筋トレやれよ、ババンババンバンバン、違うよ違うよ奥さん。次の回も一生懸命頑張ります。ごきげんよう。